コロナ禍で迎える3度目の夏、屋外でマスクを外せる日常は実現するのでしょうか。国や専門家などから脱マスク発言が相次ぐ中、感染対策と熱中症対策の狭間で対応に悩む現場を取材しました。マスクをしっかりつけて歌って動く子どもたち。Fish. Fish. Good. Rice. Do you like sushi? Who likes sushi? 英語を習うときも、おいしいパンとココアで朝ごはんまで用意してくれた。絵本の読み聞かせもマスクはつけたまま。こちらの子ども園では去年から原則3歳児以上は体育と食事の時間以外はマスクをつけるようにしています。子どもたちもマスクをつけて過ごすことに慣れているといいます。なんでマスクつけてんの？コロナだから。コロナだから。そう、マスクしてて苦しくない？うん、大丈夫。いつもとこうやってるから大丈夫。一方、こんな意見も。暑い時外が暑い時着たいと。感染対策か息苦しさか、子供も悩むそのバランス。そのような中、今国や専門家などからマスク着用の見直しを求める声が上がっています。推奨されている屋外と2メートル以上の距離での脱マスクについて、教育の現場ではできるだけ空間作りができたときには外しても気にしないで遊べるようにはしてあげたいなっていうふうには思っているんですけれど、まだそこが明確な答えがないままですと、まだ踏み切れないっていう状況があります。小さい子どもたちは口の動きなどの視覚から言葉を覚える大事な時期でもあるといいます。口元を見て話を聞いてもらったりっていうのは、こういう子どもたちと接しているとこの時期にとても大事なことだなというふうに本当に感じているところがあります。外せる日が来たらいいなと思っています。こうした中、県内では今日276人の感染が発表されました。内訳は新潟市が119人、上越市が43人などです。3日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。政府は現時点では現実的ではないとしながらも、脱マスクのタイミングも検討しています。街を行き交う人を見ると、今やつけることが当たり前、顔の一部と言えるまで浸透しているマスク。民間の調査機関によるアンケートでは、コロナ収束後にもマスクを使うと答えた人が半数以上に上っています。街の人は、明日からマスクを外してもいいですよって言われたらどうしますか？外します。外す？外します。4人組が2対2に。外す派は、マスクしてるのが過ごしづらいからです。暑いし。一方の外さない派は、でもずっと顔出してないから、急に外して、あ、そんな顔なんだっていうのが嫌な。こんな意見も。これに慣れちゃったから、なんかもういいかなみたいな。なんか逆に外したくないなみたいな、マスクの下見せたくないなっていう感じです。なんか恥ずかしいから。外したいけど慣れてしまってもいるマスク。コロナ禍で迎える3度目の夏は、マスクとどう付き合うのでしょうか。